フィリップ・ファーリー・フィソンフィリップ・ファーリー・フィソンは、イギリスの植物学者である。インドの大学で教えた。チェン内のプレジデンシー・カレッジ、チャナイでは、フィソンを記念して、自然科学の分野のフィソン賞が設けられている。宣教師の子供として、日本に生まれた。スコットランドで初等教育を受けた後、ケンブリッジ大学で学んだ。1904年に、チェン内に移り、 マドラス管区大学の教員となった。1920年から1925年の間、地域教育の監督官を務めた後、1925年から1932年、マドラス管区大学の校長を務めた。1912年に、学生向けの植物学の教科書を執筆し、100以上の図版をつけた著書ザ、フローラ・オブ・ザ・サウス・インディアン・ヒルを執筆した。 星草属に関するモノグラフを執筆した。学術誌ジャーナルオブインディアンボタニーの創設に協力し、この雑誌は後にインド植物学会の機関誌、ジャーナルオブザインディアンボタニカルソサエティとなった。インド丘陵地帯の植物に興味を持ち、ティンクカル県の山岳保養地、古代カナルのセイクレットハートカレッジで、ゴンバート神父と地方の植物を研究した。 1910年に30人の女性植物愛好家が描いた地域の植物の植物画に解説を求められたのが元になって、1915年に286ページの図版と483種を解説した著書のフローラ・オブ・ザ・ニール・ギリー・プルニー・ヒル・トップスが出版された。1921年に造補版が出版され、 1932年に877の種を解説したザ・フローラ・オブ・ザ・サウス・インディアン・ヒルステーションズが出版された。夫人のディアナルース・フィソンが877の図版のうち320を描いた。1932年に引退しイギリスに帰国した。1947年に交通事故で死亡した。インドの自然写真のパイオニアであるクリシュナンダの 自然愛好家を支援した。1904年にロンドンディンレ協会の会員に選ばれた。ファイソンは植物の学名で命名者を示す場合にフィリップ・ハーリー・フィソンを示すのに使われる。ありがとうございます。